かきよしは、中国の囲碁騎士。石膏省、霊水市出身、中国学校域協会に、所属、九段。サムスン火災灰世界囲碁マスターズ、百霊愛東灰世界囲碁オープン戦、エンリリーム百豪灰世界囲碁オープン戦優勝など。ニックネームは、大抵、6歳で囲碁を覚え7歳から故郷を離れて、北京城を守る平道場に、囲碁留学した。当時の道場には、 判定玉羅がいた。2007年全国児童少年選児童組優勝。2008年世界性少年院後選手権大会少年組優勝初段。2010年2段。プロ入りすることができたが同期の騎士がチームに勧誘されていくのに対し、かきよしにはどのリーグチームも関心を持たなかった。チームに入ることができなかったため大きい大会にも、 出場できず公式戦も10から20曲しか打てなかった。そこで、柿吉はネット語で打つことにした。2011年から2015年の4年間に打ったネット語は4000曲を超えた。運がいい日は、僕帝、緩急団とも打つことができた。20秒後で1日に5から6曲程度打った。そのおかげで、大きな大会でも緊張しない心を訓練することができた。 さらに読みの正確性と、速度も鍛えた。2011年世界青少年囲碁選手権、大会青年組、優勝、3段。2012年4段。2013年新人王戦、ベスト8、エンリリーム105敗世界囲碁オープン戦出場し、ベスト32、サムスン火災敗世界囲碁マスターズで、ベスト16。2014年名人戦ベスト8、 天元戦挑戦者となり地が仮に1から2で、破れる。同年アゴン、桐山杯決勝で、遠い性を破り、帰戦初優勝。2015年百0愛東杯の準決勝で、僕帝いかも2から0、決勝で、旧春王3から2で破り、世界戦初優勝。これにより九段昇段。同年李工杯、今ことを開杯期戦に優勝。サムスン火災杯で決勝で、 自悦王にカラレーで破り優勝。2016年にエンリリーム105世界インオープン戦デリオを破って優勝し、年間で世界戦参冠を達成。世界3冠王は2010年孔決以来、また史上最年少の3冠王となった。さらに国内戦を合わせて五冠王に輝き、優勝賞金中国騎士歴代最高の760万元を火星だと推定されている。 2016年サムスン火災敗に連覇。2019年には国内規戦の規制戦、正規敗に優勝。高級リーグは2011年から出場。2013年15勝6敗の成績で新州賞2014年に18勝2敗の成績で大連チーム優勝に貢献。2015年にも16勝5敗で2年連続最多勝2016年は、 MVP、優秀首相、最多価値を獲得。中国騎士ランキングでは2014年6位、2015年9月に1位となり2020年8月まで維持。2020年、ネット上で女性の出産やフェミニズムを揶揄する内容を多数投稿したことに対し、多くの批判が寄せられたため、ウェイボーの更新停止を宣言した。2016年3月、 アルファゴ対リオドル第一局の終局後、リオに急勝しているカキヨシは、アルファゴは、リオに勝っても、私には勝てないと豪語した。国際囲碁連盟事務局長で、国家体育総局機イ運動管理センターの中国共産党委員会初期である、ヨウトシヤスは想定外のことがなければ、年内に、アルファゴとカキヨシは、人間と機械の最終決戦として、 対局を行うと発表した。翌年2017年4月、アルファゴ開発者のデミス・ハサビスは、同年5月23日から27日にかけて、以後の発祥地中国の石膏症ガラス地にインターネット、国際回転センターにてグーグルと、中国学校域協会と、中国政府が共催する、フューチャー・オブ・ゴ・サミットで非公式騎士レーティング世界1位の、世界最強の騎士。 カキヨシとアルファゴは対戦を行うと発表した。アルファゴ対カキヨシの第1局はアルファゴがカキヨシに勝利し、カキヨシは人間では想像もつかない手を打ち強かったと述べた。第2局もアルファゴの勝ちとなりシリーズの勝ち越しが決定。デミス・ハサビスは100手までは今までの人間との対局で最も接戦だったとカキヨシの健闘をたたえた。 第3局もアルファゴが勝ち、シリーズはアルファゴが3局全勝となった。デミス、ハサビスとグーグルはこの試合を人間との最後の対局としてアルファゴの引退を発表した。中国学校行協会は柿吉に勝ったアルファゴにプロの名誉球団を授与した。試合中に涙も拭った柿吉は閉会式で僕は僕自身でありたい。 以後は楽しいものと伝えていきたいと述べた。その2日後に行われた LG ハイ世界記憶戦で韓国の元明キラに勝利した際に人類との対局はこんなにも気楽とウェイボーでつぶやいたことが話題になった。2018年1月17日中国企業転戦との AI 絶景に双子局で負け強豪の騎士が AI にハンディキャップを負わせた試合で敗北したのは 史上初として話題となった。2018年から5月時点で AI だけでなくプロ騎士相手にも10勝10敗であるなどスランプに陥ってるとする見方もある。国際棋戦国内棋戦国際棋戦国内棋戦図12015年100敗サムスン化再敗の優勝に続いてエンリリーム105敗でも決勝戦に進出。リオとの決勝五番勝負は第一局里第二 三局か、第四局はありが勝って2勝2敗となり、第五局は2016年1月5日に、チャンス賞助行詞で行われた。序盤はじっくりした布石で、左上でも、千番か清は黒1から2子を捨てて左辺黒の安定を図る。理は右下白10から帰化し、白14は黒17まで1子を犠牲にするが、白20。 24の切断から30までで16の石と連動して構成に立った。図にその後は白優勢に進んだが、かは図に黒1から可変白の分断を狙い、それに対して中央のキュカシを狙った白4が黒5と変わって、そんな手で白6の時に黒7が妙手で黒17までつながって、白18の連絡を強要して先手を得て、 黒19に回ってわずかに逆転した。その後黒は寄せで損をするが、最後反抗に勝って281手まで反目勝ち、3勝2敗で優勝を飾った。ありがとうございます。